歌手で俳優の杉良太郎、75、が参加。3月29日に新型コロナウイルスによる肺炎のため亡くなった、ザ・ドリフターズの志村けんさん、享年70の東京、東村山市にある実家を弔問した。別れの言葉を伝えずにはいられなかった。迷惑になるからと、事前に、兄の智之さん、73、と連絡を取り、単身で訪れた。遺骨との対面を終えると、次は、お兄さんが、ケンちゃんによく似ているから救われた。ケンちゃんに会っているみたいでね。救われた、と涙を流した。俳優とお笑い、フィールドは違ったが、馴染みの麻布の料理屋で顔を合わせた。僕の作ったカレーが好きでね。何回か食べてくれましたよ。カレーどう？と聞いて、お願いしますが合言葉だった。第一線で走り続けた期待のコメディアンを4人に変えがたい人と称えた。あれだけ芸で人を笑わせた人はいないからね。若い時、これでもかって体をぶつけて、自分流のコントを仕上げて、志村流を作った。志村流コント、いわゆる芸を貫き通したわけだから。仕事に対する姿勢と同様に絶賛したのが、その人柄。人の悪口や何や、関屋で人気を得ようとしなかった。立派だと思う？悪口を言っているのを聞いたことがない。真面目で優しい人だったと振り返った。志村さんは20年近く、杉プロデュースの焼き芋焼酎、鹿児島大地を愛飲した。杉は不法に接し、智之さんの自宅に新棚ボトルを送った。酒造りの最高責任者の当時を聞いただけで、この酒はうまいと言ってね。食事の際に大地がないとマネージャーに首にすると言っていたみたい。そんなに喜んでくれるならプロデュースもケンちゃんに譲ろうと思ったぐらいと懐かしいんだ。智之さんはまさか来ていただけるとは嬉しいですと感激。30分ほど滞在し思い出話に花を咲かせた。新型コロナウイルス感染予防のため近親者でも遺体に対面できない。近親者の気持ちを思うばかり、次は悲しむ姿は見たくないね。コロナの対策を始めた頃だったから余計にねと悔しさをにじませた。